こんにちは。今日は毎年やってる1年の登山の振り返り動画を撮っていきたいなと思います。まあいつも通り今回も、まあ、一応映像を交えながらやりますけど、雑談メインでちょっとダラダラすごい長く喋る動画なんで、ラジオ代わりにも聞いていただければなと思います。一応今回もちょっとポッドキャストでも配信したいと思ってるんで、まあ、そっちでもリンク貼っておくので、そちらでも聞いていただければ嬉しいです。簡単にまあ今年を最初にもうまとめてしまうと、今年はまあコロナもありましたし、あと本当に自分自身がコロナ以上になんていうか本当に雨男すぎて、今年は1泊2日以上の登山、計画した登山は本当に全滅でした。今年は悲しいぐらいに予定してた登山は全部雨で、結局全部変更して予定通り行けた登山は本当になくって、自分でもびっくりするぐらい今年は雨男で、計画した登山本当に全然行けなかったのが残念だったんですけど、ただでもそういうなんていうか登山行く予定だったのが中止して、代わりにじゃあ行こうってならないといかない場所だったりっていうところに行って、でそこがすごい良かったりだとかっていう経験もかなりあったので、まあそれは逆にこういう機会がないと行かない場所だったりするんで、それはすごく良かったのかなと思うのと、あと一応今年コロナ禍ではあったんですけど、一応去年もコロナ禍だったんですけど、去年は本当になんていうかコロナ禍の時は登山に、まあ、自粛して登山に行けないし、でコロナ禍が終わったら登山に行ったら、その後動画編集に追われて、結局せっかく行けるのに動画編集してて、山に登れる日も山に登れず、でまた編集して終わった頃にまた緊急事態宣言になってみたいな感じを繰り返して、過去で一番去年は登山に行けないシーズン、行ってないシーズンだったんで、今年はもう動画編集とか YouTube よりもとにかく山に登りたいって思ってて、なんで動画編集僕結構かなり、特にまあ元からですけど、今年はさらに動画送り、もう紅葉シーズンの10月の動画とかをもう12月とかに出してたりだとかしてると思うんですけど、今年はまあ編集とか YouTube 優先せずに、山に登れる時、またいつ緊急事態宣言とか登れなくなるかわからないんで、山に登れる時に登ろうっていうことで、多分動画アップしない期間は結構、緊急事態宣言されてるのに動画アップされてない期間とか結構山に登ってて、休みの旅とかに、なんでまあそういうのもあって、まあ、ちょっと泊まり自体は今年は結局テント泊も1回しか行けなかったし、泊まりも毎年2泊3日以上は何回か1、2回とかは必ず行ってたのも、まあ、さっき言ったようにちょっと雨で全部ダメになっちゃって行けなかったんですけど、ただ日帰り登山自体はさっき言ったように山に行ける時に行こうっていうのもあってかなり行ってて、結局今この動画作るために1年のどんぐらい登ったかなみたいな振り返りしてたんですけど、今年は35、6日ぐらい山に登ってて、なんだかんだコロナ禍とかいろいろあった割には過去最高、一番山に行ってた期間が多かったので、まあまあそういう意味で振り返ればなんだかんだ今年はすごいいい年だったんじゃないかなと思います。あと今年は結構動画撮らない登山も多くって、まあ、そういうのもあってやっぱ動画撮ってないんで編集しなくていいんでそのまま編集せずに次の山登れたりとかもあったりしたので、まあ、そういう意味も含めて今年はたくさん登れたので、まあ当初予定してた登山計画とはだいぶ外れてしまったんですけど、なんだかんだ今年も山はすごい楽しめたシーズンになったんじゃないかなと思います。で動画撮ってないのとかも含めて振り返っていくと、ものすごい長い動画になってしまうので、去年も結局50分ぐらい話してたと思うんですけど、で今ももうすでに結構話して5分ぐらい経ってるんですけど、なるべく YouTube で動画流したのとかをメインで、まあ、裏話だとか話していきたいなと思います。で一応まだ登山には行ってるけど動画出してない、紅葉以降の動画とか出してないのもあるんで、まあ、そういうのもチラ見せするんで、今回はまた最後まで見ていただければ嬉しいです。はい、じゃあ前置きが長くなったんですけど、今ちょっとこうやって行った記録をパソコンで見ながら順番にこれから詳しく振り返っていこうかなと思います。じ
じゃあまず2021年一番最初に登った山が高見倉っていう山ですね、兵庫県にある山で 300m ぐらいのすごい低山なんですけど、あの職場の人からすごいいいよっておすすめされて登った山なんですけど、あの本当に、まあ、これは動画にも出してると思うんですけど、あの本当に 300m の低山とは思えないほどのすごい充実した山で、あの高実山荘の選ばれてる百名山みたいなの知ってますかね、その中にもこの高見倉選ばれたりするぐらいいい山で、まあ、300m なんですけど 300m とは思えないほどのすごい絶景というか、もう本当にアルプスのような稜線歩きができたりだとか、結構ルートもたくさんあってその時の時間に合わせてあの登山ができたりだとか、あの短いコースからちょっと長い縦走コースみたいなことがあったりだとか、あとルートによってはあの鎖場があったりだとか簡単な岩場があったりだとか、なんでもう本当に低山なのにいろいろ楽しめて、なおかつ景色も良くて、でアクセスもすごいいいっていうめちゃくちゃいい山で、今年ここ一番登ったと思います。動画では多分あんまり動画1回ぐらいしか多分出してないんですけど、あの結構トレーニングにもすごい良くって、新しいギア試す時とかそういう時でも結構簡単にここでまず岩場もあったり稜線もあったりするんで、まずここで試せばいいなってことで結構何回か登ってて、まあこれで結構今年は登山回数を稼いだのかもしれないですね。なんでまあここは本当に関西とか近い人は低山ですけど来る価値のある山だと思うんで、ぜひ来てみていただければなと思います。はい、でここからもう1月最初にその高見倉へ登ってから緊急事態宣言に入ってしまって、でしばらくすごい感染者数が多かったので、まあ、この2月ぐらいはずっと、1月緊急事態宣言入ってから2月ぐらいまだずっと自粛してて、でこの期間ちょっと登山に行かず過ごしてました。でようやく3月になって落ち着いたってことで、まず初めに行ったのが葛西アルプスっていう、まあ、これもまた兵庫にある山なんですけど、ここもまた低山ですね。低山ですけどここもまた岩場があったりだとか鎖場があったりだとかで、ルートもたくさんある。結構ね兵庫はすごい低山が充実してるというか、岩場もあるけど稜線も綺麗な山、低山みたいな感じの山が多くてすごい良かったんですけど、この葛西アルプスもあの縦走できて、で途中岩場があって、あとは馬の背っていうような岩のところをルート歩く場所があったりだとか、で周回コース8の字で周回するコースだとか、いろいろコースが取りができて、ここもまあまあちょっと高見倉ほどではないですけど、アクセスもそれなりによくって、割と初心者から中級者ぐらいまで楽しめる山だと思うんで、低山なんですけど景色もよくって、ここもなかなか良かったなと思います。結構充実した低山でしたけど登山でしたね。で次ですね、次もまた兵庫の小野アルプスっていうところ、結構なんかなんちゃら低山のご当地アルプスみたいなのが結構多いんですけど、ここも岩場があって稜線、まあここは稜線歩きっていうほど稜線歩きはなくて、まあ、あの樹林帯をずっと歩いていって、最後のところの呉山でしたっけ、呉山でしたっけ、あの紅って書いて山って書くところが、の岩場が結構急で、怖い人は怖いんじゃないかなってぐらいかなり急な岩場で、ただまあそんなに長くはないんで、でそこだけ僕はちょっとその動画では縦走コースを歩いたんですけど、別にその縦走しなくてもその最後の岩場だけを、まあ、1時間もかからないぐらいでぐるっと回れる登山もあったりで、結構人気の山で、僕は平日行ったんですけど、夏とか天気のいい日はすごいもうそこが人がたくさん来るぐらい人気の山みたいなんで、まあ、ここも兵庫ならではの兵庫らしい山っていう低山っていう感じで、なかなかここもおすすめだなと思います。はい、で、また3月なんですけど、その2021年、今年は雪のシーズンがちょうど緊急事態宣言で全然行けなかったっていうのもあって、ちょっと1回ぐらいはもう残雪になっちゃったんですけど、雪山に行っときたいなってことで、残雪の伯耆大山、鳥取県にある伯耆大山に登ってきました。これも動画は出してると思います。でこれはいっくんと行った動画で、まあ、大山は何回かっていうか登ってるんですけど、まあ、雪のシーズンは初めてで、でいっくんもちょうど、でもいっくんもその残雪行ったんですけど、その、まあ、数ヶ月前に雪がちょうど積もるぐらい前にも登ってたみたいで、関西とかこっちの西日本の人には馴染み深い山だとは思うんですけど、残雪期は初めてで、
行ってきました。ほうき台線自体はコースタイム自体はそんなに長くないんで、すごい歩きやすくって時間もそんなかかんないし、で樹林帯抜けた後は景色はすごい綺麗だし、まあ、ちょっと山頂で若干ガスっててしっかり剣ヶ峰ねが見れなかったのはちょっと残念でしたけど、ただそれでもすごい綺麗な山で、次こそ厳冬期に行きたいなとは思ってます。まあ、大山はそんなに遠くないんで、これからも何回も行く山になるかなと思います。で次ですね、ここから4月に入って、熊野古道をずっと歩いてみたかったんですけど、熊野古道の中の貧子山っていうところがあるんですけど、僕がサムネでジャンプしてた山なんですけど、伊勢路ですね、熊野古道の伊勢路、孫瀬峠から貧子山に縦走するコースで歩いてきた山になります。ここすごい良かったですね。なんか僕がすごい海が見える山が好きなんですけど、ここは山頂に登ったら海がすごい綺麗で、で割と高度感もあったりだとか、ここもそんなに高くないんですけど、低山なんですけど山頂に出たらすごい景色がよくって、でそのまあ熊野古道なんで、その樹林、ただの樹林帯じゃなくて歴史を感じるというか、綺麗なね、石畳っていうんですか、石のね階段の景色がすごい綺麗で、でコース自体もぐるっと回っても、まあ5時間かからないぐらいなんで、ちょうど日帰りにはいいぐらいの山で、熊野古道いろいろありますけど、ここもなかなかおすすめだなと思います。本当はちょっと熊野古道もっといろいろ行きたいところがあるんで、また来年以降行けたらまた行きたいなと思ってます。特に貧子山からの岩の象の背を歩いていくと、本当に一気に景色がバーッと開けて、なかなかあそこは絵になるところなんで、登山もですけど写真スポットとしても多分確か有名で、貧子山象の背はだけを登るコースもあって、直登コースですけどそういうコースもあるんで、まあ、そっちだけ行くっていうのもすごいありなんじゃないかなと思います。で次がまたここから緊急事態宣言に多分入っていって、で本当はこの5月ぐらいに六甲全山縦走を考えてたんですけど、ちょっと緊急事態宣言が出ちゃったってことで行かずに、本当はこのシーズンに行ければ、5月なんでそれなりに日は長くなってきてるし、で気温もそんなに暑くないしってことで、いいシーズンかなってことで、この時期に本当は六甲全山縦走してたんですけど、ちょっと緊急事態宣言なんで一君とちょっと今回やめとこうかってことで行かなかったんですけど、なんでこの期間はトレーニングの期間ということで、さっき登った高見倉だとか、葛西アルプスだとかいろいろあるんですけど、ここら辺を何回か登って休みの日とかトレーニングしてた時期になります。この動画撮ってない時の登山も結構ねなかなか楽しくって、やっぱり動画撮ってないとかなりサクサク歩けますね。動画撮影しながら登山してたのが大変だったかっていうのが自分でもよく分かったんですけど、でもすごいこの期間は動画も撮らずにトレーニングで山に登ってたんで、休みのたびに山に登れてたりしたんで、すごい良かったなって、それはそれで楽しかったかなと思います。でこっから確か緊急事態宣言がかなり長かったんですよね。6月中旬ぐらいまで確か緊急事態宣言がずっとあったんで、もう本当にこの期間はずっとトレーニングで山に登ってたのプラス、6個全然縦走ができなかったんで、それならせめて下見に先に行っとこうってことで、それなりに近いんで兵庫県内なんで六甲山の下見にかなり何回か行ってて、なんでその、後ほど説明しますけど六甲全山縦走の動画出したと思うんですけど、その時に結構夜景の写真だとか、あとは晴れた日の明石海峡橋の写真だとか、そういう写真を動画中に載せてたと思うんですけど、これはそのトレーニング期間中に下見とかで行った時に撮った動画とか写真だったりを載せてたっていう感じですね。なんでこの期間に大体ここまではこんぐらいかかるのかとか、ここはこういう道なんだっていうのが結構暗い中、多分六甲全山縦走するなら暗い中歩かないといけないなっていうのもあって、下見しとかないとなっていう思いもあったんで、結局その後六甲全山縦走多分動画に出したのしたと思うんですけど、この下見が結構役立ったなと思ってます。で実際にいろいろ六甲山コースがかなりたくさんあるんですけど、そこを歩けたのもすごい楽しかったですし、トレーニング兼下見で歩けたのもすごい良かったんで、これはちょっと動画撮ってないんで素材とかはないんですけど、写真はあるんで写真ちょっと載せながら今話してると思うんですけど、
まあそんな感じでいろいろ歩いてきましたっていう感じですね。でようやく6月中旬ぐらいですかね、緊急事態宣言が解除されて、こっから、また山に登り始めるっていう感じなんですけど、まず一番最初に登山復帰っていうか、まあ動画 YouTube のアップで復帰して最初に上げたのが、また兵庫県の段ヶ峰っていう山に登ってきました。これは職場の島さんっていう方と一緒に登ったんですけど、まあ、この島さんたくさん動画に出てきてると思うんですけど、僕よりも本当に山にすごいしょっちゅう行ってて、休みのたびにすごい行ってるようなイメージの方なんですけど、でプラスまあ登ってる山とか今まで登ってきた山とか僕と同じようなところが多くて、まあ、年齢もほぼ一緒だし、結構ここ行きましょうって言ったら、じゃあ特に本当に岩場とか危険なコースも含めて一緒に行けたりするんで、コース長かったりしても、なんでこれからもかなり一緒に行く回数は増えるんじゃないかなと思います。本当に今年は登山好きの方に出会えて、一緒に行く機会が増えて、まあ、それは本当にこっちに来て特に良かったことの一つだなと思ってます。で、まあ、ちょっと話がそれたんですけど、段ヶ峰、まあ、これも兵庫県にある宍粟っていうところにある山なんですけど、久々の 1000m ぐらいの山だったんですけど、想像以上にいいところでした。登り始めは急登なんですけど、そんなにまあ1時間もかからないぐらい登ったらもう景色が開けて、まあ、山頂付近に行くにつれてすごい高い木とかもなくって、低いなんて言えばいいんですかねまあ景色がすごい開けた縦走路っていうか稜線で、低山とは思えないここもすごい綺麗な景色 で山頂もすごい開けてるし、ここはねなかなか低山の中でもかなり、まあ、高見倉もいいんですけど、まあ、高見倉とはまた違った 1000m とは思えないほどのいい山でしたね。多分ここね雪山とかになったらすごいさらに綺麗な気がしますね。ここはね本当におすすめしたい山なので、ただ僕が行ったのは確かこう6月下旬ぐらいだったんですけど、そのシーズンすごい昼が多くって、昼に僕も1回噛まれそうになってパッて払ったりだとか、まあ一緒にいた島さんも2回ぐらい多分足にくっついてたりしたんで、まあちょっとそのヒルがいるシーズンだけはちょっと気をつけて行っていただければすごい楽しめるんじゃないかなと思います。本当になんか今年は兵庫の山にたくさん、まあ、緊急事態宣言が出てた影響とかもあったんで兵庫の山たくさん登ったんですけど、本当になんか兵庫の低山はすごいいい山が多いなっていうイメージですね。ここはすごい楽しかったんで、ぜひ行ってほしい山だなと思います。で次ですね、次がさっき言ってた六甲全山日帰りの縦走でですね、これは前からやりたいなって、去年もやりたいなって言ってたと思うんですけど、ようやく、まあ、5月に行けなかったのを行ってきたっていう感じになりますね。ただこれ本当は六甲全山縦走、まあ、6月末7月初めぐらいなんですけど、この期間、まあ、日は長いんですけど、ただ結構もう暑い時期で、本当はこの時期にする予定じゃなかったんですよ。そんな長い距離日帰りをそんな暑い時期にするのは多分しんどいなっていうのもあって、結局まあ言ったんですけど、その動画のコメントでもこの暑い時期にすごいですねみたいなコメントがたくさんあって、まあ本当にそうだなと思うんですけど、まあなんでこの時期に行ったかっていうと、本当はこれはこの時は一君と一緒に白山にテント泊に行く予定だったんですけど、まあ冒頭に言ったようにこれは雨でちょっと計画が潰れてしまって、で他の場所もあんまり天気が良くなくって、で六甲さんはまあそれなりに天気はまだいい方だったっていうことで、ちょっと暑いのが懸念だったんですけど、まあちょっと行ける時に行っとこうってことでやってきたっていう感じですね。まあ距離的にはなんか結局ね正確な距離がちょっとよくわかんないんですけど、昔の記録だと56キロみたいな感じで書いてあって、で正確に本当に正確に測った値とかだと45キロみたいな感じで、で結局ヤマップとかで測ったのだと43キロぐらいなんで、結局多分どれが正確かわからないんですけど、まあ多分正確なのは43から5ぐらいでよく見るんで、まあ、それぐらいが正確なんかなと思います。まあどっちになってもフルマラソンよりは長い距離なんで、それをちょっと日帰りでしかも登山で荷物背負って歩くっていうのはかなり不安だったんですけど、まあでもすごい楽しかった思い出ですね。結局17時間くらい歩き続けたんですけど、僕は本当にさっきの言った下見がすごい役立ったというか、まあここはこんなコースだから、こんなコース今から登りがあるなっていうのがなんとなく分かったりだとか、あとまあここまで歩いたんで、あとどんぐらいかなっていうのも感覚的になんとなく分かってたというか、
なんでまあまあ、まあ、ペースかなり抑えて歩いたのもあったんですけど、まあ、思ったよりはいけたなっていう印象ですね。まあ、荷物もすごい軽かったし、で補給ポイント自体も、まあ、六甲全山縦走っていう大会が毎年、まあ、今年は多分緊急事態宣言とか、まあ、こんな状況なんで去年も今年も大会は開かれてないと思うんですけど、まあ、そういう本当はそういう大会が開かれるぐらいなんで補給ポイントとかもかなりたくさんあって、水分とかも最小限というか、あんまり結構登山で水分とか重くなる要因だと思うんですけど、そういうのもまあこまめに買ってっていう感じで、なるべく荷物も軽くしていって、距離と時間とかで獲得標高とかも累積標高とかも3500とかそんぐらいの、かなりね、あのもう普通のアルプスの縦走よりも上り下りがあるような感じだったと思うんですけど、その距離とか累積標高とか時間ほどの疲れは感じず歩けて良かったなって感じですね。ただ一君はあの多分下見とかも行ってないし、あとどんぐらいっていうのが感覚的に多分分かりづらかったのもあって、あの過去一位辛い登山だったって一君は言ってました。まあでも本当にこれはね、一生に一回はしてもいいんじゃないかなと思いますね。このちゃんとこの六甲全山を日帰りで達成したっていうのがすごい満足感というか達成感があって、なかなか良かったですね。普通の登山とは違って、山は登るんですけど街に降りて街の景色を楽しんだりだとか、山頂行っても神戸とかの大阪の景色を楽しめるいい山だったと思います。なんかまた普通の登山とは違ったいろいろ楽しみがある登山だったなと思います。すごい人はこれをもう普通に往復したりトレランの人とかするみたいなんで、もう本当にとんでもないなと、一日でそんなをしてしまう人がいるみたいなんで、本当にとんでもないなとは思うんですけど、機会があれば挑戦してみてほしい重装だなと思います。で次ですね、こっから久々に、長野県に行ってきて、7月中旬ぐらいですね、美しが原に行ってきました。これはあの本当は登る予定じゃなかったんですけど、白馬村の方から依頼を受けて白馬岳にその後登ったんですけど、その前の日がちょうど空いてたんで、でちょうどその白馬村に行く道中に美しが原があって、前々から行きたかったなと思ってたんで行ってきたところになります。あの美しが原も百名山っていうのも知ってたんですけど、せっかく遠くまで行くならもうちょっと登りごたえのあるところに登りたいなっていうのがあって、美しが原今まで登ってなかったんですけど、まあ、こういう機会だから、いい機会だから行ってみようと思って行ってみたら、あの想像以上にすごいというか、想像をはるかに超えてすごい良かったです。あの百名山に選ばれてるのがすごいよくわかる山だなと思いました。道もねやっぱすごい歩きやすいし、初心者とかにどこ行くってなった時はここを選んどけば間違いないんじゃないかなってぐらいいい山だったなと思います。ここなら別に初心者でもそんなに全然疲れず、ほぼ平坦っていうか、もう本当に最後の方にちょっと登りがあるぐらいなんで歩きやすいし、でまあもうちょっと山気分を味わいたいなと思えばちょっとそれたルートがあって、まあ、帰りはそっちのルートから動画では帰ってきたと思うんですけど、そっちのルートはまあそれなりにちょっと山道みたいな感じなんですけど、まあそこまで危険でもなく、あのアップダウンもそんなにないので、まあ、そっちの道を歩いたら山気分楽しめるし、で本当に歩きたくもないっていう人はバスとかもあの上の方まで行ってるんで、あのそれで景色だけ楽しむっていうのもありだし、でレストランとかも確かあったんで、ここはなかなかおすすめの山なんじゃないかなと。個人的にまた次誰か初心者と登山行きたいっていう人がいたらここに一緒に行きたいなって思ってるのと、あと雪の時期に大賀島ホテルでしたっけね、あのそこに泊まって雪の時期とかも美しが原ぜひ行きたいなって思ってます。で次ですね、次が、白馬岳に登ってきました。僕が本当に一番好きな山といっても過言ではない白馬岳、まあ、これはあの白馬村観光協会さんの方からあの依頼を受けて登った山になります。これも本当はもうちょっと7月の上旬ぐらいに登る予定だったんですけど、ちょっとその時期が雨でってことで予定変更して登ったんですけど、まあ、結果的に1日目もうあの午後から雨降ってきたんですけど、まあ、それは天気予報で最初から分かってたんで、もう朝早い時間から登り始めてってことで、なんとか、まあ、雨降らない前につけて、で2日目は動画にも出してるんですけど、朝日がすごい綺麗 で帰りはあの行きは白馬大雪渓の方から登って、で帰りはあの白馬大池の方を経由して降りてきたんですけど、まあ、これ実はその 2,3 年前にも白馬岳登った時にと同じ、全く同じコースで
登ってるんですけど、このコースが白馬岳行くんなら個人的には一番おすすめかなとは思います。白馬岳白馬大雪渓結構下りで行くと多分急で怖かったりするんで、で結構滑るし、アイゼンつけないと、軽アイゼンでいいんですけど、軽アイゼンつけても多分ちょっと夏なんでぬかるんでて雪がしっかり締まってないんで、アイゼンの効きもそんなに良くないしってことで滑りやすくなったりするんで、結構落石とかが雪で音もなく近づいてきたりするってことで、白馬村さんの方ものできれば登りで使うことを推奨されてるんで、まあ個人的に白馬岳登るのはこの白馬大雪渓から登って、で白馬尾池の方に歩くと特に楽しめるコースなんじゃないかなと思います。まあただ本当は僕はこの白馬岳今回2回目だったんで、できればちょっと違うコースで登りたくって、でその白馬村さんの観光協会さんからの依頼では、その白馬エリア、後ろ立山エリアをどこでもいいので登ってご紹介してくださいってことだったんで、本当は白馬岳じゃなくてもよくって、まあ、五竜岳とか唐松とかそっちの方でもよかったんですけど、まあ、五竜も一回登ってるし、唐松もこの後ろ立山エリアがすごい好きなんで、もうほぼ登ってて、でなおかつちょっと八峰キレットじゃなくて、帰らずの県は行ったことがなかったんで、帰らずの件もちょっと考えたんですけど、それはちょっと同じく登山の YouTube されてる市川さんと約束してるんで、まあそれはちょっと自分の中で市川さんと一緒に行くので撮っておきたいなと思ってたんで、まあそうなったらもう一番好きな白馬岳にもう一回登ろうってことで、またちょっと同じコースで登ってきたっていう形になりますね。でまあさらに言えば笠日岳とか雪倉岳でしたっけねの方からのコースもあったりしたんですけど、まあそっちはちょっと白馬村の管轄外っていうことなんで、まあそれならちょっと同じコースでってことで登ってきたっていう感じですね。まあ本当に白馬岳は何回登ってもすごいいい山というか、もう本当に変化がたくさんあるのが何より好きで、最初はまあ沢沿いというか歩いたりしながら、で次第に次は大雪渓が出てきて、夏なのに大雪渓で、そこはすごい涼しいし、でそこを抜けたらお花畑がたくさんあったりだとか、で山頂行ったら、まあ、綺麗な、こっち側は綺麗なすごい稜線なんですけど、反対側は断崖絶壁で、帰りの白馬尾池の歩く方の稜線はもう本当にすごい、ものすごい綺麗な稜線で、でなおかつ海も見えたりして、海も、まあ、さっきも言ったんですけど海が見える山がすごい好きなんで、海も見えるし、で綺麗な稜線だし、で下っていったら山の中に大きな綺麗な白馬尾池があって、でまたその下山の時にはさ、また雪渓があったりって感じで、本当に一泊二日の行程なんですけど、いろんな山の魅力を凝縮したような山だなって個人的には思ってて、そういうのもあって本当に一番好きな山の一つなんですけど、白馬岳はまだ登ったことない方がいればぜひ登ってみてほしい山だなと思いました。今回それで白馬村さんの方から依頼も受けて本当にありがたかったです。また登れたっていうのがすごい良かったです。久々にアルプスだったんですけど、やっぱりアルプス久々に低山ばっかり登った中に急にアルプス行くと、やっぱ感動もまたすごい大きかった思い出がありますね。まあただちょっと去年までは関東に住んでたんですけど、今年関西に引っ越してきて、まあアルプスがめちゃくちゃ遠くなりましたね。休憩とかも含めると8、9時間ぐらい結局かかったんかなと思います。もう運転だけですごいヘトヘトというか遠かったんで、まあそういう面ではやっぱりちょっと関西は不利なのかなって。白馬とか行くなら前は 4,5 時間とかで行けてたんですけど、関東にいた時はそれがまあほぼ倍ぐらいになっちゃったんで、まあやっぱりそこはちょっと関東にいた時が恋しいなってちょっと思いました。はい、これはまた余談ですけど、で次ですね、次は四国の山はこれが今回初めて登ったんですけど、寒風山と笹ヶ峰の天童白獣荘に行ってきました。これも実は急遽予定変更して行った山で、本当はこの時は常念岳行く予定だったんですけど、でしかもそれも山と渓谷社さんとコラボの動画出したと思うんですけど、本当はこの7月の常念岳に、でしかも後に行った山と渓谷社さんとのコラボの動画では日帰りだったんですけど、本当は泊まりで常念岳とかに行く予定だったんですけど、その時もう天気というか台風が来てたんかな確か、
で、これはちょっと行けないですねってことでそれが流れてしまって、じゃあちょっと予定がまたぽっかり空いてしまったんで、で全国の中でも晴れてるのが四国が晴れそうってことだったんで、急遽予定変更して、まあまあ一応行きたいリストには入った山なんで良かったんですけど、寒風山笹ヶ峰テント泊縦走をしてきました。結局テント泊行きだのは今年これが最初で最後になってしまったんですけど、まあ四国ならではの笹の風景というか、笹の稜線がすごい綺麗で、笹ヶ峰自体もすごい開けてて、すごいここもなかなかいい山だったんじゃないかなと思います。でコースタイムもそこまで長くなくって、朝結構早く出たらちょっとテント前に早く着きすぎて、多分昼前とか昼過ぎぐらいには着いてしまって、その後めちゃくちゃずっと暇だったんですけど、小屋もやってないし、なんでもう誰もいなくて僕ただ一人でって感じで、すごい暇だったんですけど、まあまあでもそんぐらい割とサクってほどではないですけど、そこまでアルプスほど縦走しないといけないっていうか、長い距離歩かなくてもテント泊で行ける道で、なおかつ景色も綺麗だし、初めての四国だったんですけど、すごい満足感の高いテント泊登山になったかなと思います。ただその笹がすごくって、身長以上に笹が高いところがあったりだとか、あと基本ずっと足元が笹に覆われてるんで、結構横が切れてたりするところがあるんですけど、それが見えなくて一瞬踏み外しそうになったりするところがあったんで、そういう意味ではちょっと危ないかなっていうところなんですけど、あと笹が基本濡れてるんで、めちゃくちゃ足がびしょびしょになりますびしょびしょにちょっとなっちゃうんですけど、まあでも景色はすごい良かったんで、僕は今回このテント泊で行ったんですけど、別にテント泊じゃなくても全然日帰りでも行けるような感じのルートなんで、周回でぐるっと行けるんで、四国に行く機会があれば、やっぱり石鎚山とか剣山が有名なんですけど、ここもなかなかいいので、機会があれば行ったことない方はぜひ行ってほしい山だなと思いました。で次ですね、確かここら辺からまた緊急事態宣言が出てきちゃって、でまあその間に本当は山8月とかにまた常念岳流れちゃったのを、8月に大和渓谷社さんとコラボで8月にやる予定だったんですけど、それも流れてしまい、まあ、この期間はまたちょっと山に行けないってことで、山に行けないんで、まあ、せめて、まあ、県内の近い山に行こうってことで、次はまた志摩さんと淡路島にあるゆずる葉山っていう山に登ってきました。まあ、ここもまた低山ですね。まあ、ここはまあほぼ樹林帯っていう感じで、この時天気もそんなに良くなかったんで、まあまあそんな景色自体はいい山っていうわけではないんですけど、まあ、神社があったりだとか、まあ、ここも途中は海が見えたりだとかっていう感じの山なんで、まあ、淡路島に来られた際にはサクッと多分登れたりするんで、ちょっと空いた時間とか淡路島観光に来た際には登ってみてもいいんじゃないかなと思います。でここから結構多分緊急事態宣言が長くて、多分9月末ぐらいまでずっと緊急事態宣言なんで、まあ、兵庫県内の山をいろいろトレーニングで登ってたりしてたんですけど、まあ、動画に出しているので言えば名草山っていうところと千ヶ峰っていう山を動画に出したと思うんですけど、名草山はもう兵庫県、まあ、全部兵庫県ですけど、まあ、ここも簡単な岩場があったりだとか、途中には大きな滝があったりだとかって感じで、ここもぐるっと周回ルートで登れるコースなんで、まあ、ここも冒頭にも最初の方に行った高見倉とか、いろいろアルプス、ご当地アルプスみたいな感じで、兵庫らしい岩のある低山だなと思いました。で次言ったのが千ヶ峰。千ヶ峰もいろいろコースあるんですけど、三谷コースでこの時は登ったんですけど、滝があるコースで、で千ヶ峰はかなり兵庫県内というかでもかなり有名なで人気の山なんですけど、で山頂がすごい景色が良くてらしいんですけど、この時はあいにくのガスで山頂のちょっと景色は見えなかったんで、またちょっと機会があれば登って、晴れた日に登ってまた動画アップしたいなと思ってます。で10月になってようやく緊急事態宣言が明けて、まず初めに登ったのが前からずっと登りたかった紅葉の、四国にある紅葉の石鎚山に登ってきました。で今回は土小屋ルートの方から登ってきました。本当はちょっとロープウェイの方から行った方が鎖場がたくさん楽しめるみたいなんで、まあ、そっちから行きたかったんですけど、ちょっと
多分紅葉のすごいいいシーズンで、しかも天気が良くて、一応平日ではあったんですけど、やっぱりどうしてもロープウェイだと時間が決まってるんで、多分人がすごい混むだろうなってことを考えて、ちょっと土小屋の方で行ってきました。でもあの土小屋からのコースすごい良くって、最後の方は岩場だったんですけど、それまでは割と景色が開けたりだとか、石鎚山がバーンと見えて、土小屋ルートの方が好きっていう方も結構コメントではたくさんいただいたりしたんで、まあ結果的には良かったんじゃないかなと思います。でまあ本当に綺麗でしたね。石鎚山はいろいろ有名、すごい有名で人気の山っていうのは知ってたんですけど、想像以上にすごいいい山で、ドライブコースでそのまず土小屋まで行くのに結構山道を走らないといけないんですけど、山道自体もすごい綺麗で、それ自体も楽しめて、そこから見える石鎚山が本当にすごい三角のとんがっててすごい綺麗だったり、まあ、帰り道の、なんていうルートかちょっと忘れちゃったんですけど、 UFO ラインですかね、 UFO ラインっていうところの景色もすごい綺麗だったり、山に行くまでもすごい楽しかったし、で山に登ってからもまた四国らしい笹の道があったりだとか、で有名な鎖場があったりだとか、で紅葉も本当にいいぴったしの時期に行けたし、ここはね本当に人気が出るのがすごいわかる、めちゃくちゃいい山だったなと思います。で鎖場があったと思うんですけど、鎖場正直僕の中で大したことないかなって勝手に思ってたんですけど、想像以上に急でちょっとびっくりしましたね。特に最後の一番最後の鎖場なんてほぼ垂直なんじゃないかってぐらいの感じで、ちょっと意外と怖かった印象で、で、まあ、何が怖かったかっていうと、まあ、最初はなんか鎖がすごいでっかいんですよね。あれがなんででっかいかっていうのが分かってなくて、普通の他の岩場と同じようにその鎖を持って岩足はなんていうか普通の岩に足を引っ掛けれるところを探しながら登るっていうような感じで登ってたんですけど、明らかにもう垂直でその足場もないようなところがあって、そういうのを無理やりなんとか見つけて最初の方は登ってて、後から気づいたんですけど、その鎖が大きい理由は足が掛けれるようになってるみたい でそこに足を掛けて、もうなんでもう岩登りっていうより鎖登りですね。鎖に足と手を掛けてその鎖をずっと登っていくみたいな感じだったらしく、それに気づいたのが結構後半ぐらいで、それまでは頑張って岩の登るセオリーとしてはあんまり鎖に頼らないみたいな感じで習うじゃないですか。まあ僕その石鎚山の鎖のこと知らなかったね。最初はで今までもそういう風にやってきたし、なんで知らなかったんで、鎖はまああくまで補助的に使って残りは頑張って岩登りをしてたんですけど、それを途中から気づいて、あ、これもう鎖を登るんだと思って、でその後はまあ割と楽に登れたんですけど、だから結構最初はちょっとそういう風に無理やり頑張って岩場を登ってたんで結構怖かったですね。なんでまあもし石鎚山行ったことがなくて今後行かれる方は、まあ、岩場登りっていうよりは鎖場登りって覚えててもらえれば割とまあ登りやすいんじゃないかなと思います。まあまたすごいいい山だったんで、次行く時はロープウェイの方からのルートとかでも行ってみたいなと思います。すごいですね。まだまだちょっと結構かなり喋ってるんですけど、まあラジオ代わりなんでちょっとご了承ください。本当にだらだら聞いていただければなと思います。で次が木曽駒ヶ岳と宝剣岳中央アルプスに登ってきました。これは動画にアップしてると思うんですけど、本当は7月に登る予定だった大和渓谷社さんとのコラボが流れに流れてようやく登れた山になります。常念岳だとちょっと日帰りだと厳しいかなってことで、で僕日帰りで行って帰ってこないといけなかったんで、常念岳になるとちょっと遠かったんですけど、木曽駒なら関西からでも割とそこまで、まあ5時間ぐらいなんですけど、それでも 4,5 時間ぐらいなんですけど、まだ日帰り圏内だなってことで急遽木曽駒に変更して行ったっていう形になります。まあ木曽駒自体はあんまり動画で出してないんですけど、これが確か4回目ぐらいで、雪のシーズンにも2回行ったりしてたんですけど、なんでまあ馴染み深い山ではあったんですけど、宝剣岳はまだ登ったことがなかったんで、ちょっと宝剣岳でも一緒に行っていいですかっていうことを聞いたら、あ、全然大丈夫ですってことで一緒に宝剣岳まで行った感じになります。もうなんか本当にこの時は天気も雲一つないような快晴ですごい綺麗だったのと、あとはやっぱり実際に大和渓谷社さんの方とかにいろいろお話聞けたり
だとか、あとはカメラマンの方に詳しくお話聞けたりだとかっていう感じでいろいろ話しながら登山できたんですごい楽しかったのと、あと宝剣岳は適度なすごい岩場の難易度ですごい楽しめたのと、山頂宝剣岳山頂からの景色はかなり高度感があってすごい良かったんで、宝剣岳かなりお気に入りの山になりました。まあ、岩場とかがもう好きな方ならぜひ、まあそんなそこまで難易度は高くないんでぜひ行ってみてほしい山だなと思いました。宝剣岳は本当に個人的にすごいお気に入りになりましたね。まあ、中央アルプスはまだ多分基礎駒ぐらいしか行ったことがないんで、もっと来年以降は中央アルプスもいろいろ行ってみたいなと思います。で次ですね、また10月、まあ、この10月は本当にたくさん山に登ってて休みの度に登ってたような感じなんですけど、剣山に行ってきました。これも本当は登る予定じゃなくて、この時実は4連休ぐらい取ってて、いっくんと重曹登山を予定してたんですけど、いっくんがちょっと急遽予定が入って行けなくなってしまって、予定がすっぽり空いてしまったんで、代わりに剣山、前から行きたかった剣山に行ってきたような感じになりますね。まあこの時はもう急遽行ったような感じなんで、天気もそんなに関係なく行ったような感じなんで、結局山頂ではガスガスで、まあ、全然景色は見れなかったんですけど、ただまあ、今後剣山三宗の縦走はしたいと思ってて、でそうなったら多分剣山に登る時は剣山で朝日を見たいなみたいな思ってるんで、西島でテント泊して、なんでまあそういう下見も兼ねて、暗い、そうなると多分暗い中剣山まで登っていかないといけないんで、まあそれなら最初に下見しといた方がいいなっていう意味も含めての登山だったんで、まあまあこれは良かったのかなと。あと次景色が全然見えなかったんで、次の実際登った時に、重曹登山の時に登った時に楽しみを残しておけるっていう意味ではポジティブに捉えると良かったのかなと思います。まあ、またこれも来年以降絶対剣山三宗重曹はしたいなと思います。で次が、霊仙山ですね。滋賀県にある霊仙山に登ってきました。これも動画出してると思います。これはまあ、いっくんと言ってると思うんですけど、これが本当は重曹登山予定してたんですけど、まあ、ちょっと行けず、まあ、日帰りならどっか行けそうってことだったんで、それならせめて日帰りにってことで、10月の中旬ぐらいですかねに行ってきた感じになります。霊仙山前から登りたかった山 ではあったんですけど、ここはめちゃくちゃ良かったですめちゃくちゃ良かったですばっかり言ってる気がするんですけど、すごい良かったですね。本当にここ全然百名山とかには入ってないんですけど、百名山でもいいレベルにすごい良かったです。特にこの周回ルートがよくって、途中岩がゴツゴツした稜線だとかで、山頂もすごい開けてるし、1000メートルぐらいなんですけどすごい開けてるし、琵琶湖がすごい綺麗に見えるし、でなかなかなんていうか他の山にはない景色で、本当になんで百名山入ってないんだろうってぐらいすごいいい山なんで、遠くから来ても全然来る価値のある山だと思うんで、ぜひ来ていただければなと思います。で日帰りで周回ルートで歩いてもそんなに、もうコースタイム6時間ぐらいなんで、まあまあ全然行ける範囲内のコースだと思うんで、唯一無二の本当に景色だなと思うんで、ぜひぜひ登ってみてほしい山だなと思いました。ここは本当に僕の中のお気に入りの山の中でもかなり上位に入る景色だったなと思います。次ですね、次が紅葉の嵐山岳、福井県にある山になります。一応ここ百名山なんですけど、正直そんななんていうか話題に上がらないじゃないですか。だから正直そこまで期待してたわけではなかったんですけど、多分この行った時がちょうどものすごい良かったのかわからないですけど、紅葉がものすごい綺麗で、途中からもうブナの葉なのかな、もう上側がもうずっと黄色の紅葉でめちゃくちゃ綺麗でした。ずっと歩いてて、で上の方に行ったら今度はその上の方に見えてたのが今度下に来るで、もう一面がもう黄色というか赤というか、山全体がもうそういう風になっててすごい綺麗だったし、で山頂の方に行ったらなんかすごい笹の稜線というか、もう景色がすごい綺麗だったり、あと白山が見えたりだとか御嶽山が見えたりだとか、もっと景色が良ければ北アルプスも結構見えたりするみたいなんですけど、想像以上にすごいいい山だったなと思います。まあ、ここは多分秋とか、あとは夏だと割とすごい
樹林帯が長くて急登だったりするん でそこまで標高が高くないんで結構暑くてしんどかったりすると思うんで、個人的にベストシーズンは秋と、あと雪のシーズンもすごい綺麗というか、むしろ雪をもっとさらに綺麗らしいんで、僕は次行くとしたら雪のシーズンとか行ってみたいなと思いました。で、多分今年登山動画アップできてるのはここぐらいまでなんですけど、まあ、この後も山自体は結構たくさん登ってて、まあ、今からはちょっと動画に出してないんですけど、今後動画アップしていこうと思ってる山をご紹介していきたいなと思います。で、次がまたまだ紅葉シーズン、動画アップできてないんですけど、まだ紅葉シーズンで、鈴鹿セブンマウンテンの一つの龍ヶ岳に登ってきました。一応これは周回ルートで登ってきました。なんでこの紅葉シーズンに行ったかっていうと、赤い羊っていうのが丸っこい木がそこは紅葉してポツポツといろいろあるんで赤い羊って呼ばれてるみたいなんですけど、それを見に紅葉の龍ヶ岳に登ったっていう形ですね。正直言うとその赤い羊自体は正直微妙でした。赤いのかな、なんか茶色っていうか、しかもまあ行ったシーズンもそんなに良くなかったかわかんないですけど、天気もまあその時はそこまですごいいいわけじゃなくて、正直なんか赤い羊これうーんって感じだったんですけど、そのまあただ龍ヶ岳に登る景色とかすごい綺麗だったのと、まあ想像以上に良かったのが、その山頂に登ってからぐるっとこの周回ルートで歩いたんですけど、その周回ルートの帰りの道がすごい楽しくって、なんかすっごい大きい、なんていう岩でしたっけ、岩に登れたりだとか、あとはめちゃくちゃ大きい滝があったりだとかで、そっち側からその帰り道の方から見た龍ヶ岳が結構紅葉が真っ赤ですごい綺麗だったりだとか、龍ヶ岳その山頂のその登りのあそこの綺麗な尾根が有名だと思うんですけど、そこもいいんですけど、個人的にはその後のその周回ルートコース、僕が通った後ろの周回コースもなかなかおすすめなので、ちょっとねそっち行くとコースタイムが長くなってしまうんですけど、ぜひそっちもし来られるならそっちのルートもセットで歩いてみてほしいなと思いました。まあ、鈴鹿の山はまあ、さっきの霊仙山もそうなんですけど、すごいいい山が多いなと思ったんで、これからいろいろアクセスもすごいここもいいので、これからいろいろ登っていきたいなと思います。で、次ですね、次登ったのがまた久々に北アルプスの初冬の燕岳に登ってきました。ちょうど雪が降った後ぐらいだったんで、雪がある中登ってきました。まあただ雪があるって言ってもまだ初冬なんでそこまで積もってるわけじゃなくって、一応雪山フル装備で登ったんですけど、まあまあ本格的なアイゼンは使わず、チェーンスパイクだけではこの時は行けたような形でしたね。で、2日目が雪というか雨予報だったんで、この時はもうちょっと荒れるかもしれないっていう、しかも予報だったんで、この時はもうテント泊はやめて小屋泊行ってきたんですけど、僕燕岳が100周年っていうのを、円山荘か、円山荘が100周年っていうのを全然知らずに行ったんで、なんかすごい100周年記念グッズみたいなのもらって、これですね、これこれをライチョウのバンダナですかね、ライチョウのバンダナ、円山荘のライチョウのバンダナを無料でもらえたんで、それを僕全然知らずに行っちゃったんで、すごい嬉しかったですね。なんかすごい可愛いし、でこのカラーがいろいろあったと思うんですけど、僕はこの茶色とかこれちょっと地味な色が好きなんで、この色が一番欲しかったんで、ちょうどその日によってもらえる色が違うみたいなんですけど、一番欲しかった色がもらえてすごい良かったです。で、まあ、燕岳は僕は2回目なんですけど、前回行った時がすごいガスガスだったんで、今回はまあ結局、まあ、その後着いた後に結構ガスガスになっちゃってそんな見えたわけじゃないんですけど、行った時ちょうど登って10分20分ぐらいは晴れた燕岳が見えたんで、でようやく晴れた燕岳が見れてよかったなと思います。あと円山荘もすごい綺麗で、初めて泊まったんですけど人気が出るのが分かる小屋だなと思いました。まあ本当はちょっと厳冬期に行きたかったんですけど、まあまあそれはちょっとまたいつかの機会に行きたいなと思います。まあこれもまた動画アップするので、また動画アップしたらそちらを詳しくは見ていただければなと思います。はい、で次ですね、次が、久々に神田南口登山部での登山で、
もう板垣さんとか動画アップされてると思うんですけど、神津島、一応伊豆諸島みたいなんですけど、東京の離島で、神津島っていうところの天井山っていうところに登ってきました。まあ神田南口登山部の登山計画はもう本当に何回流れたかっていうぐらい流れてて、行こうと思ったたびに全部コロナでもう流れに流れて、でその神津島に行く時も最初はまあ鳳凰三山だとか立山だとか八ヶ岳だとかあと貝駒ヶ岳だとかそっち系とかもいろいろ最初計画立ててたんですけど、そういうところもちょっとまず立山は天気が悪くってちょっとこれはまあダメだなってことでなって、でまあ南の方は割と行ける、南アルプスとか八ヶ岳の方はまだ天気が良さそうってことだったんです。でまあじゃあそっちにしようかってことだったんですけど、まあ、調べてみたらすっごい強風で風速が20とか30メートルみたいな予報プラスで、ちょうどその時寒い寒波というかのが来てて、気温自体もマイナス10とかマイナス20とか山頂の方は、なんでマイナス10マイナス20でプラス風が 2,30 メートルってなったら体感とかで言えばマイナス40とか50とかになっちゃうんで、まあ、そんな中にちょっと行くのはさすがに危ないし無理だなってことで、いろいろ案を出し合って結果的に決まったのが神津島になります。これ神津島僕前から行きたかったというか、実は過去に計画立てて関東にいた時に計画立ててた時があって本当に行こうとしてたんです。今回山メインで行ったんですけど、海もすごい綺麗なんで海とセットで行こうと思ってて、まあその時は雨で行けなかったんで、まあ、今回念願かなって予約神津島に行けたっていう形だったんですけど、めちゃくちゃ良かったです何回今回の動画でめちゃくちゃ良かった、ね、語彙力がなさすぎて申し訳ないんですけど、まずまあこの今回は何が良かったかっていうと、まあ、まず3人で久々に行けたのもすごい楽しかったですし、登山はもちろんなんですけど、その 船で行ったんですけど、行きは夜行のフェリーで、その船旅もすごい楽しかったし、まあ、普段はなかなかできないことなんで、で島に着いてから海がまあものすごい綺麗で、で天井山も標高的には 500m ぐらいなんですけど、洋上のアルプスって言われるぐらいの場所で、低山 500m なんですけど、なんかもう本当になんか 500m とは思えない山容プラスなんか海外みたいな山の形というか、なんかもう今まで見たことないような景色だったのと、で周りは全部海だし、本当にここも個人的には百名山に入っても、まあ、新百名山っていうのには選ばれてるぐらいいい山みたいなんですけど、本当に自分の中のかなり上位、好きな山ランキング上位に入ったいい山だったなと思います。まあ、ただその本当はちょっと裏砂漠の方とか反対側の断崖絶壁のところとかあるんで、まあ、そっちの方のルートまで結構歩きたいんですけど、意外とそのぐるって歩こうとすると時間がかかっちゃうのと、そのフェリーが波がすごい高すぎて結構到着時間が遅れたりして、まあ、そういうこともあって当初の予定通りのコースは歩けたなかったのがちょっと残念だったんですけど、まあ、それでも本当にすごいいい山だったんで、ここは計画変更した登山だったんですけど、結果的にはここで本当に良かったなって思いました。まあ、その後旅館に泊まったりだとかも楽しかったんで、まあ、今回は山っていうよりは登山旅というか、まあ旅全体がもう本当に楽しかったです。なんでまあその様子はしっかり動画に撮ってあるんで、また編集したら後日久々にすごい結構長い動画になると思うんですけどアップしたいなと思うんで、まずはその前に板垣さんが多分3部作ぐらい出すのと、市川さんも多分この後年末ぐらいには動画出すって言ってたんで、まあ、そちらを見ていただければ、僕はちょっとそのさっきの龍ヶ岳の動画とか燕岳の動画はまだできてないんで、そっちを終えてからちょっと出そうと思ってるんで結構ちょっと先になっちゃうかもしれないんですけど、またアップしたらぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。で、その次が12月、ここから12月に入るんですけど、前から登りたかった雪庇湖山、兵庫県の雪庇湖山っていうところに登ってきました。ここは岩場ですね。結構低山なんですけど岩場が結構ハードな山で、なんか関東でいうちょっと妙義山っぽい山だったんじゃないかなと思います。岩場もねなかなかハードで、久々に次の日
体上半身とか全身筋肉痛になるぐらい結構楽しい岩場だったなと思います。アルプスの岩場に行く前とかここでトレーニングしたらすごい良さそうだなと思ったんで、またこれから多分このセッピコさんは何回かトレーニングとかにも行きたいなって思いました。またこれも動画はアップしようかなと思います。でその次がちょっと登山ではないんですけど、淡路島、久々にロードバイク旅で淡路島100キロ初めての100キロ超えのライドに行ってきました。まあ本当はちょっと1泊2日で淡路って、まあ、淡路島150キロぐらいあるみたいなんですけど、淡路島150キロ1泊2日で一周しようと思ってたんですけど、ちょっと2日間休み取ってたうちの一つがちょっと天気があんまり良くないってことで急遽日帰りに変更して行ってきたって形ですね。で今まで100キロも走ったことなかったのにいきなりちょっと日帰りで150キロはちょっと自信がなかったんで、まあ、途中で、まあ、淡路島は途中横断すればなんぼでもエスケープできるんで、下まで行かずに途中で横断して100キロぐらいになるように走ってきた形です。あのこの淡路島はずっとほぼ海沿いを走れて、淡路島の下側は結構坂が多いみたいなんですけど、そこまで行かなかったんで坂もそんなになくって、100キロだったんですけど平坦だったんで思ったよりもあの割と行けて、初めて100キロだったんですごい達成感も良かったし、景色もすごい綺麗だったんで、あのこれもものすごい楽しい旅になりました。あのこれも動画一応撮ってるんでアップしようとは思うんですけど、あのロードバイクすごい楽しかったんで、でここでようやく自転車ラックっていうのを買って今飾ってるんですけど、これでもっと結構本当はいろいろ行きたいんですけど、まあ、今年はちょっと登山に行きたいなってことであんまり乗らなかったんですけど、来年以降このロードバイクでいろいろ日本全国山以外もこっちでもロードバイクでもたくさん旅とかあの動画アップできたらなと思ってるんで、また動画アップしたらその時は見ていただければなと思います。で、今年最後に登ったのが、雪の御在所岳、また鈴鹿セブンマウンテンになるんですけど、ちょうど雪が積もったっていうニュースを見たのと、まあ御在所だけ前から登りたかったんで登ってきたっていう感じになります。意外と思ったよりも、まあコースタイムとか距離とかそんなに長くないんですけど、思ったよりも急で岩場もあったりだとかで、なかなかスリリングな楽しい山だったなと思います。あのこの時はちょっとね景色はガスガスであんまり見えなかったんですけど、まあ年内最後に登り納めというか、まあ雪の上を歩けたし、最後の登山としてはなかなか良かったんじゃないかなと思います。またまあさっきも言ったんですけど、鈴鹿セブンマウンテンはこれからいろいろ登りたいなと思います。というような感じで、かなり多分動画で編集してどんぐらいの長さになってるかわかんないですけど、1時間ぐらい1時間以上ぐらい喋ってたんですけど、まあ今年はちょっと登った山とかが多かったんでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ1年の登山の振り返りはこんな感じになるかなと思います。でまあ、来年の展望というか来年登りたい山といえば、まあ、まあ今年がもう本当に計画通りに全然いかなかったんで、まあ、ちょっと来年は計画はそんなに立てずに登れる時に登れる山に登りたいなと思ってるのと、まあ、今までにちょっと登りたかったけど登れなかった山とか、あとはまあ九州の山とかもあの今年ちょっと行こうと思って行けなかったんで、九州の山ももっと登りたいなと思います。はい、って感じで、まあちょっとダラダラ長い振り返りになりましたけど、まあまあ最初にも言ったんですけど、今年はまあちょっと予定通りに全然いかないシーズンで、まあ多分僕だけじゃなく皆さんもそうだったと思うんですけど、まあただ山自体はたくさん登れたし、なんていうか、まあ、こっちに引っ越してきて、まあ、兵庫ならではの山だとか四国ならではの山だとか、その鈴鹿ならではの山だとか、なんかその地域ごとの山の特性みたいなのとかも知れてすごい楽しかったですし、結果的にはいいシーズンになったんじゃないかなと思います。はい、はい、でちょっと今この部分だけ後日撮り直し今してるんですけど、なんでちょっと急にこういうの挟んだかっていうと、これが届いたからです。神田南口登山部のフォトカレンダー2022っていう風な感じで、まあ、卓上カレンダーですね、大きさはこんぐらいのカレンダーが12月30日から、神田南口商店っていうところリンク貼っておくんですけど、そこで販売されるみたいなので、ちょっと申し訳ないんですけど、あの発送自体は、12月中にはつかずにちょっと新年超えてからっていう風になっちゃうんですけど、あのぜひ結構ね、あの僕と市川さんと板垣さんが撮った写真が載ってて、まあおすすめはね10月です、まあ、こんな感じで
の写真が卓上カレンダーあるんで、ぜひ購入していただければなと思います。じゃあこんな感じで、動画自体はもう一本だけ最後、毎年年末に出してるタイムラプスの動画を作ろうと今年も思ってるんで、まあ、それが最後になるんですけど、まあ喋る動画とかは多分これが最後になると思うんで、今年も本当に皆さん動画見てくださり本当にありがとうございました。たくさんの応援コメントとかもすごい嬉しかったです。でコメントなくても全然多分いつも見てくれてる方とかもたくさんいると思うんで、本当にありがとうございます。今年もありがとうございました。皆さん良いお年をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。